ちらは社会福祉協議会のオフィス。そこに一本の電話が。あ、もしもし、藤沢社会福祉協議会、北野と申します。電話を受けたのはコミュニティソーシャルワーカーの北野さん。聞き慣れない言葉であるコミュニティソーシャルワーカー。実は今藤沢市では地域の困りごとに対してこのコミュニティソーシャルワーカーの方々が一役買っているのです。北野さん、今のどういったお電話ですか？はい、今民生委員の方から以前ご相談をいただいた件で、ちょっとこれから市民センターの方でちょっと直接ご本人とご相談をしたいということでお電話がありまして、はい、今からむつ愛の方に行ってきたいと思います。ちょっとむつ愛行ってきます。北野さんはフットワークよく飛び出していきました。一方、こちらの方もコミュニティソーシャルワーカー。樋口さん、これから今日は相談を受けられるということですけど、はい、今日はどういった方が相談に来られるんですか？今日は息子さんの相談ということでお母さんとお会いします。あ、直接相談者の声に耳を傾けることも。そして今回は相談者の方に特別に許可を得て面談の様子を撮影させてもらいました。町の困りごとに対して相談支援を行うコミュニティソーシャルワーカー。一体どんな活動をしているのか番組で密着してみました。すいません、先ほどお電話ありがとうございました。はい、お世話になっております。よろしくお願いします。改めてコミュニティソーシャルワーカーとはどんなことをしてくれるのか担当課に伺いました。まずそもそもコミュニティソーシャルワーカーというのはどういったものなんですか？はい、役所とかですね、社協っていうところにこういてこう相談を受けるのではなく、こう地域の中に出ていって、地域の活動団体、いろんな方とですね、こう一緒になって困りごとを解決していく。また高齢者とか障害者、そういった分野を限定せずにいろいろな方からの相談をお受けする、そういった福祉の相談員という形になっております。では、この CSW が地域に設置されるきっかけっていうのは何かあったんですか？はい、今市で進めております実際型の地域包括ケアシステム、その取り組みの一つに地域の相談支援体制をしっかりとしたものにしていきたい、そういった大きな柱がございます。最近寄せられる相談事というのは、いろんな要素を含んでおりまして、なかなか一つの相談機関では対応できないんですとか、どこに相談したらいいかわからない、そういった相談事が多くなってきているという現状もございます。そういった相談事に対しても、しっかりと受け止めていく必要があるんじゃないか、そういったところからコミュニティソーシャルワーカーを地域に配置していこうというふうに考えました。コミュニティソーシャルワーカーは2年前から始まり、現在市内13地区のうち8地区に担当者が配置されています。ではまず CSW 発足当初から活動を続けている睦愛地区担当の北野則之さんに密着してみることに。北野さんはそもそも老人福祉センターやふれあいセンターなどで経験を積み、福祉や地域活動支援に深い関わりのある方なんです。そんな彼は今回民生委員の方に相談を持ちかけられ、睦愛市民センターにやってきました。どうぞお座りください。こちらでは今からご相談を受けた内容をですね、今お聞き取りをしようと思っております。民生委員の方からは一体どんな相談が持ちかけられるのでしょうか？ご本人のことじゃなくて、はい、近所に息子さんが住んでらして、はいはい、その方は、40近い方なんですけども、はいはい、仕事も辞めて、はい、そして今引きこもってるということでね、はい、何もしてないということで、はい、でなんかどこに相談したらいいかわからないということで、うん、はいはい、コミュニティソーシャルワーカー、はいはい、CSW というところがね、はい、そこで何でも相談になってもらえるということでね、はい、もし、今日よかったらね、はい、一緒に、はい、訪問してもいいっていうことを、はい、ちょっと確認できましたのでね、はい、ちょっとご相談いただきたくと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、
どうやら民生委員の方が担当している女性の息子さんの引きこもりについて相談を持ちかけているようです。民生委員の方は相談を受けたことで対応しきれないことをコミュニティソーシャルワーカーに相談します。失礼します、はい、あ、お疲れ様です。今まさにご相談されてたところでお話まとまったんですね、はいはい、これからこの後はどうされるんですか。まずはですね、ご相談者の方のご自宅に行ってお話を直接お伺いしに今から行きたいと思ってます。あ、もう今まさに行かれるんですね。この後は相談者のご自宅へ。相談を受けた後は一度担当者を交えて今後の解決策を協議。引き続き相談者をケアしていきます。今まさに皆さんでこうお話しされてましたけども、ボランティアセンターのスタッフの方から見て、こう CSW が配置されたことによってこう変わったことってどんなことですか。そうですね、ボランティアセンターで月1回役員会をやっているんですけども、はい、その時に必ず CSW 北野さんと、それから生き生きサポートセンターの方と一緒に入って、まあ、地域の悩みごと、困りごとみたいなものを相談して、情報の共有化っていうことをしております、まあ、お互いに助け合いながらという形で地域を見守っているっていう形ですね。それぞれがお互いの役割を持つことで非常に支援がしやすくなったりですとか、情報のやり取りとか、あと連携という形で非常にこのやっぱり地域を巻き込んだ中での支援というのがすごくスムーズにできるようになったかなというふうに思います。コミュニティソーシャルワーカーは個別支援を通して地域の課題を把握し、地域のニーズに応じた支え合いの仕組みを作ります。そんなコミュニティソーシャルワーカーはどんな方がいるか気になりませんか。ということで、まずは4地区の担当者が自己紹介をしてくれました。睦津地区を担当しております北野隆之と申します。よろしくお願いします。睦津地区をですね、皆さんと一緒に少しでもいい街にしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。鵠沼地区担当の倉橋と申します。鵠沼地区を担当して2年目を迎えました。これからもよろしくお願いいたします。長後地区を担当させていただいております鈴木寛と申します。一つ一つのご相談に丁寧にお答えしていきたいと思います。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。湘南阿波地区の樋口です。いつでもどんな時でも地域の方たちと共にありたいと思っています。これからもよろしくお願いします。さて続いては、今自己紹介してくれた樋口さんに密着。樋口さんはそもそもホームヘルパー経験者で、親身になって相談者の声を聞くのを得意とする方です。そんな樋口さんの人柄に惹かれ、大きな悩みを抱えた方がやってきたそうで、今日は息子さんの相談ということでお母さんとお会いします。あ、その息子さんというのはこうどういったお悩みですか。そうですね、息子さん20代後半で、ここ7年くらい引きこもりの状態でいらっしゃるということで、ご自宅にお伺いして相談を乗るということができなかったんですが、実は先週ご自宅にお伺いできて、その息子さんともドア越しなんですけど、1時間くらいちょっと話ができて、その振り返りと今後の打ち合わせをまた、ゆっくりちょっとしたいと思ってます。わかりました、じゃあ早速中に入りましょうか。行きましょう。樋口さんのもとに相談にやってきたのは吉田久子さん。20代後半の息子さんが7年前ぐらいから引きこもりになってしまい、相談する相手が決まらず転々としていたところ、すがる思いでコミュニティソーシャルワーカーに相談したそうです。お母さんもよく踏ん張って、本当によく踏ん張っておられると思います。いろんなところに相談に行っても、やっぱり出向いていかないと、こっちから子供が出向いていかないと何もならないっていう状況で、もう何箇所相談に行ったかわからないことなんですね。引っ張っていくわけもいかず、ドアをこじ開けて連れていくわけもいかず、とても辛い日々ではありましたね。
およそ1時間。問題の解決まではまだまだ時間がかかりそうですが、お母さんの表情は相談前よりも晴れやかになっているようでした。お疲れ様でした。今実際に相談終わって戻ってこられたところですが、いかがでしたか？毎回思うんですけれども、どなたにも思うんですけども、よくここまで私どものようなものにお話しいただけるなという、もうそういうなんか本当に感謝の気持ちだけですね。今日もまたたくさんお話しいただいてありがたかったです。コミュニティソーシャルワーカーは、支援の手がなかなか届かない方への相談に乗ったり、解決へ向けた個別支援なども行っているのです。樋口さん、続いて向かったのは、樋口さん、次はどちらに行かれるんですか？次は子どもの居場所に行きます。子どもの居場所、はい、うんうん、結構周り子どもたちね、ここ学校もありますし、そうですね、結構いらっしゃいますね。子どもの安心して過ごせる、うん、居場所を大人たちが作り上げている地域の縁側に私は時々立ち寄っているんです。なるほど、地域の縁側、はい、こちらですね、はい、行きましょう。地域の縁側駒寄せランドは、湘南大場地区社会福祉協議会が地域の子どもと大人をつなぐ居場所として運営している場所です。こちらで樋口さんは、困っている子どもたちがいないか地域を見守りに来ています。こういった感じで子どもたちの様子見られてるんですか？時々来て、そうですね、見守っていて、なんか一人になっているお子さんがいないようにボランティアさんたちがきちんと見守ってる姿を見守っているというか、でも子どもたちからも元気もらえそうですね。本当に一緒に遊んで、本気で一緒に遊んで元気もらって帰っている感じです。いつも見守りに来てくれる樋口さんに、周りの方々は、困った時にいつでも助けていただけるので感謝してます。例えばコンサートをここでイベントをやりたいなとかいう時に、いろいろなサークルさんを紹介していただいたり、本当に小さなことですけどたくさん助けていただいています。樋口さんこちらについてもらってますので、樋口さんそういった面から言うとすぐ動いてくれて、相談に乗ってくれて、気軽に我々の話ができるというところが素晴らしいなと思っています。8地区それぞれのコミュニティソーシャルワーカーが、地域活動への支援や地域での顔の見える関係づくりに今懸命に取り組んでいます。そんな素敵な担当者、残り4地区も自己紹介していただきましょう。村岡地区を担当している松本です。村岡地区の皆さんとともに、一歩一歩歩んでいきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。辻堂地区担当の広光明子です。様々な相談をお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。街で見かけたらぜひ声をかけてください。よろしくお願いします。この4月より全業地区の担当となりました露木信春といいます。皆様のご相談を一緒に考えていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。御所見地区担当、伴瑞穂です。ひまわりのような温かい気持ちで皆様の困りごとを手伝いさせていただきます。気軽にお声掛けください。今回ご覧になっていただいて分かったように、8地区の担当者皆さんが日常の困りごとなどに全力で向かっていきますので、ぜひ気兼ねなくご相談ください。ちなみに8地区以外にも皆さんの声に対応できるように、藤沢市では困りごとの相談窓口を構えています。私どもの方の窓口、バックアップ藤沢社協という名前で相談窓口を作っておりますので、今回配置されていない地区の相談も、社協の方で、受けて対応させていただいているということになっています。お疲れ様でした。お二人戻ってまいりました。そうですね、いかがでした？本当に地域の方々に支えられているなというのをすごく実感した今日も一日でした。樋口さんはいかがでした？同じくですね。本当に今日一日一緒に、でもありがとうございます。お疲れになったと思いますが、地域の方たちが逆に協力していただけるなんて思わなかった。今日はそんな幸せな気持ちになった一日でした。そうですか。今後も
の皆さん相談したいと言ったら気軽に皆さんに連絡することできるんですよね。はい、そうですね。一応私たち一応畜生を取ってはいるんですけども、はい、こちらですね、チラシがありまして、こちらの電話番号 26-9863、 こちらお電話いただければですね、まあ、担当地区以外でもですね、担当の相談員がですね、その方に乗せていただきたいと思っておりますので、ぜひ気軽にお電話いただければと思いますので、よろしくお願いします。いや、今日本当にお二人の活動に密着させていただいて、地元の皆さんの本当に身近な存在なんだなっていうのを感じましたし、皆さんこう笑顔でお話をずっと聞いてらっしゃるので、皆さん話しやすい、そういった雰囲気が出てるなと思って、私も楽しく同行させていただきました。なのでこれからもどんな小さな悩み事だったり相談事もぜひ、ね、気軽にしていただきたいなと思います。ぜひ皆さん、こちら何かありましたら電話してみてください。お待ちしております。